いや皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。レナペ族と日本語、弥生語、今日はネイティブアメリカン部族のレナペについてお話ししたいのですが、その前にまずこちらの本を紹介させてください。 The Red Book というタイトルですが、この本の中でレナペ族がどのようなルートで世界中に分布されていったかということが絵や図を使って詳しく書かれています。そしてそれぞれの土地でどのような文化が形成されていったかを細かく知ることができます。またこちらの本は1万年の旅路というタイトルで、ご承知の方も多いと思います。作者のポーラ・アンダーウッドさんと私は年代が同じで、またお互い若い頃に幾度かお会いしたことがあります。とても向上心が強く素敵な方でしたが、ポーラさん自身がアメリカ・インディアンの系譜を引き、イラコイ族である彼らの次世代に引き継ぐという使命を持ってこの書の出版に踏み切りました。そもそもレナペ族はアルゴンキン語族に属し、私が現在住むアメリカの東部のニューヨーク州からニュージャージー、またペンシルベニア州に集落を作り、狩猟民族でした。ところがイギリスに土地を売り渡し、領土の大半を失いました。これは後に詐欺と取引であったと言われていますが、とにかく現在ニュージャージー州においてはこのレナペ部族のうち3部族のみは州政府によって公認されています。実は私が特にここで申し上げたいのは、このレナペ族の言語と日本語との関係でしょうです。いろいろな研究結果からこの両言語はとても似ていることが分かりました。特に面白いのは、日本における神様の名前は何百と存在していますが、例えばご存知のアマテラス大御神、サルタヒコ、ハラエドの狼などは聞いたことがあると思います。実にこの何百と存在する神の名がレナペ族のいわゆる神を表す言葉と大半が一致しているということです。一つ私の体験からもお話しさせてください。私の幼い時のことですが、瀬戸内海の海で遊んでいた時に砂の中に埋まっていたナイフに気がつかずに踏んでしまい、大怪我をしてしまいました。祖母は大慌てで私を近くの病院へ連れて行ってくれましたが、その後毎日のように祖母は私の怪我は早く良くなるようにと近くの神社へお参りに行きました。祖母はいつも今からノントさんへ行ってくると出かけてきました。うちでは神様のことをノントさんと呼んでいました。その言葉は私の記憶の中にしっかり残っていました。その数10年後にアメリカン・インディアンのレナペ部族について調べていますと、彼らはとても大切なものを表す言葉としてノントペケスという言葉を使っていました。ペケスというのはピークのことです。一番大切なピークということです。つまり最大限に大切なものというのは神様を表しているとも考えられないでしょうか。これを知って私はとても驚きました。子供の頃の記憶が戻り、祖母の不思議な言葉になぜか納得したような気持ちになりました。若干話がそれていきましたが、このようにレナペ部族と日本語とは深い関係にあります。そこにはレナペ族が日本へ入ってきた経緯や遺伝子の問題なども関係してくるわけですが、それらについてはまた別の機会にお話ししていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございます。